コードがかかるけど。いけますよ、いけますよ。もう始めるとしようがない。はい、皆さん、こんばんは。すごいですね。お、ちょっと人が、私の目の前に。皆さん、足元の丸井さん、今日は武蔵野美術大学生の、三里滞在地ですね、の報告会にお越しいただきありがとうございます。もうなんか、若宮地区でやってる感じが、非常にですね、もうこれだけで学生を非常にこう、なんだろう、温かく受け入れていただいたっていうのが分かるんじゃないかなと。で、また学生がですね、そういったところをどう考えて、まあ、本当どう感じたのか。正直なところ話していいよって言ってますんで、はい、温かい目で見守っていただけるといいなと思っております。はい、皆さんもうほとんどご存知ですけど、9月9日から学生が、こちらに入っておりまして、10月7日までですね、来週の月曜まで約1ヶ月間、美郷町に滞在をして、で、若宮地区選のご協力をいただいて、若宮区の方に入らせていただいておりました。実は多分、三郷に泊まってましたけど、若宮君に泊まった数の相当なもんじゃないかなと思っております。はい、非常にありがたいことです。で、まあ、そうですね、学生からもあると思うんですけど、学生が非常にいろんな経験をさせていただきました。牛であるとかですね、まあ、敬老会、地元学部。で、ここは一応、これ、県の事業でも、どうぞ奥の方にありますんで、はい、県の事業でもありまして、県の方で林業のですね、見学をしたり、この前、若宮のキャンプに参りました。はい。いいですよ。はい。と、まあ、これが来てすぐの時ですよね。敬老会で、衣を出されるがままに踊ってるっていうような感じですけどね。はい。非常に楽しかったんで、頑張ろうかと。最後だけじゃなくてですね、南郷とかもちょこちょこ回らせていただきました。はい。で、こういった写真、これは多分キャンプの時ですかね、雲海が見えたとかいうとこであります。はい、はい、これが実はですね、これ初日ですね。はい、美郷の M っていうのをちょっと恥ずかしがりながらやってる8人というので、なんかまだ初々しい感じで、ここからね、1ヶ月経ったんだと思うとなんかね、ちょっとびっくりする感じではありますが、はい、ここからたくましくなった話が今日聞けるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、8名ですね。ちょっと順番はそれぞれあちらの方に1、2、3、4と発表があります。で、大体ですね、7分ぐらい学生から発表があります。で、3分ぐらいに質疑応答とか気になったこととか、もしあれば質問していただけるといいなと。はい、バカ野郎でもいいですんで、はい、全然言っていただければいいかなと思っております。で、私の時間はそんなにいらないので、もう早速発表に行きたいなと。おもてみなさん、大丈夫ですか、学生。学生なんか、えらい緊張してますけど。
大丈夫ですか、いつも通り。で、ちょっとハウリングというか、こもりますけど、マイクで、ズームで今日見ていただいている方もいらっしゃいますので、はい、よろしくお願いいたします。ということで、1番バッターは、ミラク君で、お願いします。はい、篠原ミラクです。お願いします。私が約1ヶ月間、美郷町に滞在し、感じたこと、思ったことを報告させていただきます。まず若宮魅力展で展示した絵画について話そうと思います。ここには自分が若宮で感じた魅力を込めて書きました。まず例に挙げると、他人を受け止める余裕だったり、下から登ってくる太陽だったり、なんか余韻の残りが眠りだったり、若宮で生まれた大工さんだったり、団結力だったり、まあ、歴史など若宮服の魅力を表現しました。少しでもなんか魅力が伝わっていれば自分は満足かなっていう絵です。次に、1ヶ月を通して感じた自分が今現在住んでいる東京と、三郷の違いを挙げたいと思います。全部でなんか4項目に分けてみました。まず人間関係の距離感、都会のコミュニティは匿名性を保ちやすく関係が急須だなって思っていました。特に東京では近隣住民同士の顔を知らなかったり、あまり会話をしないことが一般的でした。仕事やプライベートが分離され、個人の時間を尊重していると感じていました。一方、三郷ではコミュニティ内の人々がお互いよく知っていると感じました。近所付き合いや地域活動が活発で、付き合いが日常的に行われていました。人間関係が深く、家族的なつながりも強いと感じました。次にコミュニケーションについて。都会では忙しいライフスタイルや多様な人間関係があるため、特定の…え、喋ってる！え、見る人だ！え、見ますね。すみません、誰かがミュートにしてないんで、ごめんなさい。ちょっと、渡辺君。静かにしてください。特定のコミュニティに時間を割く機会が少ないことが多いです。ネットが普及し、SNS やオンラインでの交流が増え、対面での交流が少なくなってきたと私は感じます。三郷では対面のコミュニケーションが活発で、地域のイベントや祭り、町内会などの場で交流する機会が多かったです。伝統的な方法での付き合いが重視されていると感じました。次に支援体制です。東京では自立した生活が一般的で、行政や企業のサポートが整っているので、家族やコミュニティに頼らず生活しています。そして全体的に個人主義が強いため、個人で解決することが多いように感じていました。三郷ではお互いに助け合う文化が根強く、家族や、近所の地域の人々が大きなサポートシステムとなっています。困った時には地域全体で支える風潮があると感じます。最後にイベント、伝統の重視です。東京には新しい文化や個性的なイベントが多く、最新のトレンドに敏感だったり、エンターテインメントが身近に感じられます。一方で、伝統的な行事や祭りが減少し、個別化、個人化が進んでいると感じます。三郷では、伝統行事や地域の祭りが今でも重視されており、
節ごとのイベントがコミュニティの中心となっています。滞在する中で文化の伝統の継承に文化や伝統の継承に積極的で地域独自の文化が強く残っていると感じました。以上を踏まえた上で、里に関わる上で必要だと思ったことを挙げます。大きくまずは、基盤を作る、そして、関係を構築する、そして、自ら行動し、そして、以上を継続することが必要だと考えます。これらで一番ハードルが高いのが基盤です。私たちは恵まれた機会によって、ある程度基盤が構築されたかなと感じているんですが、最初から自分一から作るとなると、できる人が限られるんじゃないかなと思いました。さらにもう一つ、田舎から、都会から田舎へ感じ作る人、人間の感性の違いが問題になると感じます。やはり東京と三郷の違いでも話したよう、東京では個人がいかに尊重されるかという部分に価値を置いています。これの要因として多様なバックグラウンドを持つ人間が集まり、文化や価値観の違いが顕著に出る多様性の中で共存するためだと考えられます。そして、選択肢の多さが挙げられます。豊富な選択肢により自己実現や自己表現が推進され、個人の尊重が魅力とされている傾向にある感じました。その価値観を持った人間がいきなり異なるコミュニティでに属せるかというと、それは簡単でないということが想像できます。そして私が言いたいのは、持っていた自分が何パーセントかいるのだろうということを思いました。言ってしまえば、三郷では、なんか元いた自分がなんかいなくなっているように自分は見えました。三郷の団結力はとても魅力ですが、その魅力の中に少し犠牲を考えてしまいました。この地で生まれ育てば、その疑問もなく大人になると思いますが、私は少し不気味に感じました。東京ではプライベートにより自分の存在が担保されます。コミュニティとしての存在意義ではどうしても許せないエゴが芽生えているのだと自分自身を通じて感じました。便利な世の中になったもので、誰もが自分に個性を持てると勘違いしているようで、その勘違いした人たちがたくさん集まっている東京にいる人間が自分を捨ててコミュニティに属せるのか、田舎の過疎化にはその場所以上に都会での価値形成が大切だと1ヶ月を通して感じた次第です。以上で報告を終わります。先生、ありがとうございました。今のでちょうど7分です。はい、マジです。これ、多分ミラ君が一番少ないぐらいですよね。皆さん今の参考にしてもらって、7分ちょうどぴったりでしたんで。はい。というとこですが、どなたか何か質問とかありますか？絵は何なんだとか。犠牲の話はよくわからんかと。ですか。じゃあ、せっかくなんで、投票3分ぐらいありますね。皆さん、その依頼の何か聞きたいことあるんじゃなかろうかと思っておりますが、本当に1ヶ月ぐらいですね、ここに、滞在して、大きくですね、その町と田舎という部分でですね、結局、一人一人の個性というか、多様性という部分で、多様性と、うちの多様性、町の多様性とうちの多様性もあると思うんですが、そこはどのように感じたのかなと。全部一緒かという話ではないと。確かに、その、三郷町も、
の多様性もあると思うんですけど、でも、結構もう、でも団結っていう部分がすごく見えて、地域として、としての多様性っていう大きなものに見えて、それよりは、やっぱ都会とかはもう本当に個人、個人個人っていうの違いかなって、その部分を見てます。それで元の自分が何パーセントぐらい変わったのかなと。変わったのか、残ってるというか。そうですね。自分は。やっぱ影響されやすい人間なので。結構残ってないかなっていう思ってるんですけど、やっぱその中でもなんかプライドみたいなものがなんかあって、まあ半分ぐらいはあるんじゃないかなって思っています。はい、ありがとう。はい、ということで1番バッターだいぶ緊張してましたけど、はい、ありがとうございました。はい、2番目、はい、島田さん、美穂さんですね。はい、7分、どうしましょうかね、学生は。なんか言った方がいいよね、5分ですとか。5分だよ、みたいな。いや、一応ね、ミラクの時に後ろでこう開けたけど、ミラクめっちゃ携帯見てたから。わかんなかったんですね。手で大丈夫？手で、ここら辺にいるから、こうやってするね。何も聞いてないけど。大丈夫でしょうかね。はい。皆さん、あっちで5分ぐらいになったら、こう手で振るから。はい、じゃあ私の方から報告会始めさせていただきます。こんにちは、島田美穂です。はい。私が話すこととしては、特徴の5つ、印象に残ったことを3つと、特徴のいいと思ったところ、課題と感じたところ、あと、滞在する前後での自分の中の変化、今後の特徴との関わりについてお話ししようと思います。で、残った2つ、その1っていうので、飲み方がやっぱり、自分には強烈でした。飲み方のこの自然と声が大きくなる感じ、大きい声出さないといけない感じ。自分結構声ちっちゃい方だったんですけど、結構こっちに来てから声大きくなったんじゃないかなって思いました。で、飲み方もすごい賑やかだし、その多さにも驚いて、本当に何か一個集まり事があるたびに、その後に飲み方があって、そこですごい濃密なコミュニケーションが行われて、よく私は若宮のコミュニティセンターのところで懇親会とかをやらせていただいたんですけど、その時になんかもう長い椅子にみんなぎっしりとあって、すごい近い距離で話したりして、なんかそういうところでなんかお酒を飲みながら楽しく話せるっていうのをあんまり知らなかったから、それがすごい印象に残っています。私にはちょっと時間ないんで、はい、で、その2っていうので、はい、伐採っていうのがやっぱりすごい印象に残りました。2回私は伐採の現場を見させていただいたんですけど、一番最初の醍醐味ツアーっていう林業のツアーで、やっぱり本当になんか木を切る現場っていうのを初めて見て、本当に一人の人がチェーンソー1個で
切れてしまうんだっていうことに衝撃なくて、勝手に機械とかでこう切ったりとか何人もの人で倒したりとかしてるって思ってたから、一人の人が倒しているっていうことに衝撃を受けるとともに、山での仕事、山下さんの生活とかその山に関わる生活、仕事に対する認識が甘かったっていうことにすごい痛感しました。でこれは、中村さんですね、今日も来ていただいてる中村さんに、お願いして火災の現場を見てる時の写真です。すごい急斜面で全部作業されてて、それもすごい驚きでした。この切り立ての木がすごいみずみずしくて、それも私は知らなくて、製材される前の乾燥された木しか知らなかったから、こんなに水が出るんだっていうこともすごい驚きでした。で、3つ目として、さまざまな音ということで、自分が東京に過ごしているときとは全く違う音が耳にたくさん入ってくるんですね。なんか、最初の日とかは、もう虫の音がすごい大きく感じて、全然寝れなくて、今は気にならないんですけど、田んぼの水路を流れる水のきれいな音とか、さっきの伐採の時の地響きの音とかもすごい印象的 で、それでそういう自然の音とともに、人々の営みの音、畳屋さんにお邪魔した時に聞こえたミシンの落ち着くカチャカチャっていう音とか、飲み方での人々のすごい賑やかだけどなんか心地いいあったかいそういう声とか、あと炭焼き職人の方に釜出しとか炭の見せてもらったんですけど、そういう時になんかすごい炭の音が綺麗ってことも知らなくて、すごい軽い音がして、そういうことにすごい気づかされました。という感じで、赤宮のコミュニティセンターでも、音に着目した映像を展示させていただきました。で次が美里町のいいところね。私の1個目は空がめっちゃ綺麗っていうのがありました。私はやっぱりなんか空こんな広いんだみたいな思って、いつ見ても綺麗で、晴れてる日もそうだし、夜もそうだし、夕方もそうだし、なんかこんなになんか空見ることなかったんで、いつも上ばっか見てました。そういうところがいいなって思いました。あと季節とか自然にのそばにある生活なので、すごいそれを体感しているっていう、食べ物とかにすごいそれが入ってきてて、これは梨の農家の方のところにお邪魔したんですけど、梨が取れる時期とか、栗が今は取れてとか、今はお米が収穫できるとか、なんかそういうのが自然と生活に結びついているっていうところの魅力を感じました。で、これはやっぱり人のあったかさ、会話の心地よさっていうところも魅力の一つだと思います。なんかいろんな人に関わらせてもらったんですけど、皆さん本当に渾身的だあれですけど、お米ないですって言ったら、お米30キロ以上くれたりとか、たくさん皆様のいただいて、本当に人の温かさにこんなに触れることないなって思いました。はい、で課題だと思ったことを3つ挙げさせていただきました。やっぱり人が少ないっていうことで、たくさんの組合があると思うんですけど、組合にいろんな一人の人がたくさん入ったりとかして、結構、なんていうの、こっちの生活の忙しさがあるなっていうふうに思って、なんかそこももっとうまくできたらいいのにって思ったりとかしました。で、山市の方とか、農家の方とか、一次産業に関わる方々の仕事の過酷さを改めてこう目で見たとともに、それに報酬が見合っていないなっていうふうに、やっぱり思いました。で、3つ目が、最後、義務教育学校に6年生の子たちとお話ししたときに、なんか、放課後どこ行くのみたいな聞いたら、いや、もうすぐ家帰るとか、休みの日は日向まで車で行くとか、そういうことを聞いて、なんか、駄菓子屋さんとか、そういう、ちっちゃい子たちが放課後遊ぶところって、なんか、あった方がいいなって思いました。滞在しての自分の変化としましては、積極的に人に話しかけられたりとか、分からないことを分からないってちゃんと言えるようになったりとか、それを行動に起こすことができるっていうのが全然、東京にいるときと
できなかったから買われたかなって思います。はい、で、山がそばにある生活に対する理解度が高かった。やっぱファンタジーみたいな理想、なんかこう頭の中でなんとなく空想としてあったんですけど、ちゃんと山がそばにある生活、本当にイノシシが出るとか、なんかそういうことをちゃんと身をもって理解できるようにするかなって思います。で、周りの音を聞くようになったっていうのがあって、結構途中ではイヤホンして移動するときとかずっとイヤホンしたのを聞いたりとかしてたんですけど、今はなんか周りの音を楽しむっていうか、何にもないけどすごいいろんな音で満たされているなっていうふうに思いました。で、最後に今後のメタコチョウとの会話についてなんですけど、私はやっぱり東京に暮らして、東京の大学通って、東京で働いて生活するのかなって今の時点では考えていて、で、先のことは全然わかんないですけど、でもここで関わった一つの縁はここで終わらせたくないって思ってて、なんか節目のタイミング、なんか卒業した、就職した、結婚した、そういう時に知らせたい人たちに会えたなっていうふうに思っていて、時々そういう人たちに会いに行きたいってすごい思います。で、最後は撮った写真をさらって見せて終わります。いろんな体験を本当にさせてもらいました。学校生活も楽しかったです。最後に本当にありがとうございました。以上になります。ありがとうございます。では感想とかをもらえるといいなと思うんですが、中村さんせっかくなんで出てましたんで、読み方も参加されておりましたんで感想をいただけるとありがたいなと思います。お疲れ様です。自分のところにも3名の方がですね、伐採するときに来ていただきました。普通は目をつぶっとってああいう木は切れるんですが、非常に緊張してですね、私ドキドキしながらちゃんと倒れるといいなと思いながら、伐採したところです。なかなかですね、ああいう現場を見ることはないと思いますが、いい現場があって、見れてよかったかなというふうに思います。時々はですね、思い出してみるといいかなと思います。お疲れでした。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。3番目、2番目ですね、終わります。はい、拍手。では、3番のプレゼントですね、お願いします。こんばんは。どうぞ。若松さんです。私の発表を見させていただきます。で、まずはじめに、私という人は、まず私は人と積極的に関わることができず、一人でいることは好む人間です。平日とか学校で土日はバイトでも、あとはもう家に寝るだけみたいな感じで、これが一日の私事なんですけども、ちょっとなんか、してくれてますね。はい。で、そうですね。なので、で、これ、敬老会の時なんですけど、私、さっき言ったように、コミュニケーション能力があんまり高くないんですけど、なぜか4、50人の前で歌うことになったり、なんか手を引いてもらって、なんか初めて手を引いてもらって踊るみたいな体験をして、もう普段の私なら絶対しないけど、なんか やれちゃった、やらされたかもしれないなって、そしたら、ちょっといろいろ興味持ち始めて、皆さんも何人かすると思うんですけど、若宮をちょっと散歩、朝8時にやりました。で、お姉さんの牛舎の方に何時間もお世話になったり、罠のかけ方見せてもらったり、選果作業もいろいろ行かせてもらったり、いろいろお話とかもさせてもらったり、もうたくさん物をもらって、すごい楽しかったです。で、その結果、どなたかというと、こんな感じに、なんか、さっきの顔と比べて、随分と、いい笑顔をするようになったなと思いました。で、
そこに映ってたのが、なんか今まで見たことないほど、笑顔の私と、楽しみな気があると、なんかコミュニケーション、人と関わる苦手だったのに、積極的に人に関わっている姿が見えて、私はすごく嬉しかった。本当にありがとうございます。ということで、でこの今自分がこうなったのも私と美里町若宮の魅力なんじゃないかなということで、今度は美里町の魅力について話していただきたいと思います。まず、まあ、みんなもやったと思うんですけど、まあ、まずご飯が美味しいと、チキン南蛮、シミ、辛麺、ラーメンなど、あとはもう、まあ、イノシシの肉だったり、お米だったり、ヘルスだったり、小松だったり、もう本当にいろんなものをいただいて、それも全部美味しかったです。ということで、まあ、ここは、頑張りなんで、ちょっとバーっと。イノシシのロースめっちゃ美味しかったです。ありがとうございました。そうだったりとか。で、次ですね。はい。あ、自然なんですけど、人によって大切に育まれた自然とその景観が美しいということで、なんか、本当にありのまま育たれた自然というよりは、なんか、今、まあ、整備、きれいに育ってきた稲畑だったり、ちゃんと道が整備されたり、雑草が刈られていたりと、あとはもう本当に、水路を流れる水が、もう下が見えるぐらい綺麗っていうのがもう自分の住んでるところがありえなくて、それが驚きでしたし、もうあとは、そうですね、それぞれ個人で、ちょっとこっちの写真に写ったんですけど、まあ、ワニがいる池を案内してもらったりとか、自分で、もう、用水路みたいなところで鯉を飼っていたりだとか、あとはこちら、私が殴ったアナグマもいれば、あの、鶴っていう名前がしたカラスがいるんですけれども、まあ、たくさん本当にこんな風に、だって稲とか刈っていただくときも上にすごいトンボが飛んでたりとか、すごいもう見たことないもういろんな生物ばっかりの本当に楽しい毎日です。はい、ありがとうございます。でここからちょっと文章量が増えるので、ちょっと頑張って話していきたいと思うんですけど、まず人柄の良さと距離の近さということで、なんで私がここまで積極的に関わりたいと思えるようになったのかというと、まず初めに初対面の相手に対して、あの自分の話をしてくれるんですよ。なんか自分の、まあ、孫はこうでとか、だからなんか自分も、そうやって積極的に話してくれるから、自分もいろいろと話したくなるみたいな、そういうのもありますし、朝、早い時間、7時とかに散歩しても、おはようございますって言ったら、ちゃんと返してくれる。これはめちゃくちゃ嬉しいです、やっぱり。自分が住んでるところで、まあ自分から挨拶するっていうのもなかなかないんですけど、なんかしたとしても、なんか会釈してくれるだけだったりとか、声で返してくれるのがいいんですよねって思いました。で、ためらっていても手を引いて、出してくれるっていうのは、まあさっき言った通り、敬老会で、まあ、無理やりかもしれないけど、手を引いて一緒に踊ったりとか、あとはもう、毎朝、本井さんのところに立てて、お世話になってるんですけど、その時にも嫌な顔せず、なんかもう楽しそうに教えてくれるし、もう、で、他にもあった人とも話した時に、全然、なんか迷惑そうじゃないというか、笑顔で話してくれたり、あとはもう、池案内した時に、ずっと一緒に散歩してくれたりとか、本当に楽しいです。で、あとはもう本当にいろんなものもらったりとかも、最近お手伝いしているときにいろんな差し入れもくれたりとか、優しさ、まあ、距離の人柄の良さが、ね、見えているというかという感じですね。で、あとはまあ、こちらなんですけど、まあ、はっきり言っちゃえば、敬老会でも自分たちってもう、本当、まあ、赤の他人のような存在なのに、そんな人たちが歌ってるのに、前で見たときに、みんなすごい楽しそうに手を振ってくれたりとか、拍手してくれたりとか、なんか人を喜ばせるというか、楽しんでる。なっていうのが分かってくれるのが、こっちが見てて分かるのがいいなと思ったりとか、あとは、インターホン、まあ、僕らも本当に分かんない話なんですけど、インターホンを、まあ、ある言えばあるんですけど、使わずに、なんか、〇〇さんってなんか自分の声で発して、ところ、なんか、返ってくる声も、はーいっていうのが、なんか生の声の温かさっていうのが、ちょっと、その距離の近さが、自分にはちょっと、あ、いいなって思ったりとか、あとは本当に夜、まあ、魅力店の準備をするときに、カレーを教えてくれたりとか、ご飯、おにぎり教えてくれたりとか、いろいろあって、本当にすごいって思ったり。で、次が、人とのつながり深さと自然の協力っていうことで、なんか、まるさん家の畑が荒らしたやつだから、まあ、罠かけてくれたとか、なんか、あそこのお家の草木が出て危ないから、狩りに行ってくるね、みたいな、そういう、なんか当たり前のように、なんか、自分の敷地だけじゃなくて、他の人のことを、そこも協力してやっているのが、自分の中で本当になんか、ありえないというか、なんかなんでそんなめんどくさいことしちゃうんだろうなって思ったりしながら、すごいなって思っているのと、なんか見返りを、その行動が何か見返りを求めるんじゃなくて、自然となんかそれがもう当たり前みたいな感じのようにやっているのが、いや、すごい魅力的だなって思いました。
で、まだまだあるんですけど、開かれた教官集まりやすい自分のところを知られるということで、若宮区の中心の中に公民館があると思うんですけど、中心にあるからそこに集まりやすいし、公民館の中にも飲む場所があるから、それぞれに、そるから、みんなそこでイベント開きやすいし、また、まあ、いくつかの家庭にもそういう飲む場所があるから、近所集まって、いろいろできるっていうのが、その集団としてのなんか、仲の良さにつながってるのかなって思ったりもします。で、なんか唐突に誘われても、なんか、躊躇することなく参加するし、なんかまた、するってできれば、なんかバレないよみたいなこと言われて、バレるか、そのなんか、その、なんだろう、手軽さっていうのもいいなって思ってます。で、さっき話したと自分ごとと瀬戸大学のことなんですけど、野球26人参加させてもらったときに、和田と若宮の時だったんですけど、若宮の方には応援団があるんです。まあ、学生の人もいたんですけど、まあ、めっちゃいて、和田の方にも全然いないみたいな。あってですね。はい。まあ、悪くないですけど、あって、それで、なんか、そのイベントとか、自分たちの展示とかでも、それを他人事として捉えるんじゃなくて、自分のこととして捉えているなんて、楽しんでくれてるっていうのが、自分の中では本当に嬉しくて、それがすごいなって思ってました。で、ちょっと本当に時間が。はい。で、寂しくないということで、まあこの辺、あれなんですけど、まあ、すごい、お墓がきれい、きれいというか、ちゃんと提示されていたりとか、なんかいろんな人と、まあ、まあ、お酒とか、まあ、飲み方とか、イベントごとが開催するときに集まる機会があるから、一人で寂しくないよねっていうことで、はい、ちょっと怖いですけど、まあ、お前が届きということで、まあ、まず、目立町の話なんですけど、まあ、車の速度が全体的に速いですね、すっごい。なんか道路もかなりくねくねするんですけど、とんでもない速度で車が追いかけてくるから、ちょっと怖い。っていうのがありまして、であとは道が暗いですね、はい、夜運転していたりとか歩いたりすると本当に見えない、なんかいつ石があるとか動物が出てきてもおかしくないのに街灯がないのちょっと怖いなっていうのが、あとはスーパーとコンビニがちょっと少なかったりとか物価がちょっと高いなって思ったりもしました。で今度はちょっと若宮単独になったんですけど、若宮についてね。で、天空ブランコ、めちゃくちゃ面白いです。すごいいいんですけど、安全ベルトをちょっとつけてほしいなっていうのが個人的に思いまして、あとはもうこれはもうちょっとかなり大変だと思うんですけど、そこに行くまでの道が車1台しか通れないから、反対側来た人に対してなんかめちゃくちゃバックで下がったっていう人もいたので、そうできればなんとか来てほしいなって思いました。あとは若宮区、朝散歩してるとみんなドアを開けてるというか、あとはもうカーテン全開で中丸めみたいなことが多くて、いや、なんかすごいいろんな性格見えるからいいんですけど、もし何かあった時というか、まあ、全然話聞かないんですけど、なんか強盗とか来た時に危ないから、もうちょっと鍵とかもかけちゃってもいいのかなっていうのをちょっと全体の中でもうちょっとやっても、なんかみんながそれが当たり前になってるから、一人少しずつ変えていってもいいのかなって思いました。で、あとはですね、私がちょっと、まあ、元井さんに LINE を教えたときに、次の日会ったんですけど、他の人に会ったときに、元井さんに LINE 教えたでしょみたいな感じで、私の情報がすっごい早く出回ってるので、ちょっとめちゃくちゃびっくりしまして、なので、私は全然言えてなかったんですけど、これからもしかしたら住んでくる方がいたときに、まあ、簡単に情報を、まあ、回しすぎない方がいいのかなと、私はちょっと思いました。はい。で、最後に心の語り方です。社長は何のボケだと私は思っています。なので、つながりが立たないように、今後に連絡したいとか、写真を送りたいと思います。あとは、まあ、若宮祭とか、八郎祭とか、大祭があると思うので、まあ、そこも、できれば参加してみたいなって思ったりとか、思ってます。で、まあ、ちょっと飛ばして、今すぐは無理なんですけど、自分は、ちゃんと働いていろいろやることをしたいので、やることやった後で若宮に行って、女性を過ごすみたいなって思ってます。はい、これ発表終わりします。以上です。ありがとうございました。もうね、伝えたいことが多すぎて、もう溢れんばかりなんですけど、時間がだいぶあれですけど、なんかこれだけは言いたい。私が実は、フォークダンスの時手を引きましたとかでも大丈夫ですか？大丈夫ですか？じゃあ、はい、鶴くんでした。ありがとうございます。はい、じゃあ4番目ですね。次、武田さんで、ひばりさん。
じゃあ、私の武田ひまりと申します。報告会を始めさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、これは目次なので、ちょっと、私、まあ、いきなりなんですけど、美郷町で感じた魅力、いいところ、ちょっと文字化けしてるんですけど、まあ、まず人の魅力ですね。温かくて、優しくて、なんだ、こういうプログラムで最初に組まれてる、体験以外にも、例えば稲刈りとか、イノシシの、サバケやつとか、そういうのをなんか言ってくれて体験できるっていうのは、自分でやった方が綺麗にできるし、早いし、なんか絶対いいのに、その素人の私たちとかにやってくれる感じ、そういうふうにやってくれるっていうのは、すごく、親切ですし、そういうお金が発生しないそういう体験をさせてもらえるのっていうのはすごく魅力的に感じました。なかなかない魅力だと思います。あとはまあフットワークの軽さとか、なんかそれによって親密な人間関係が生まれてるのかなって思って、呼んだらすぐ来るとか、なんかそういうそれがなか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 厳しいっていうか、自分が東京に住んでた時にいきなり呼ばれて、って思っちゃうのは結構あったので、なんかそういうふっかりなところはとてもいいなって思います。で、まあ、自然の魅力で、さっき美穂ちゃんも言ってたんですけど、やっぱ空はもういつ見ても絵画のような綺麗さで、星もとってもきれいだし、すごくいいというふうに思います。で、その要因として信号があんまないっていうのも、なんか一つあるのかなと思って、なんか異質なこう光みたいなのが、まあ街灯がないっていうのもあるんですけど、それによってなんか綺麗さも保たれてるのかなと思うので、まあ車で運転する分にはちょっと暗くて怖いんですけど、まあなんか景観を維持するっていう意味ではとてもいい。いいっていうとあれですけど、綺麗さを維持する要因なのかなと思いました。あとは時間感覚で、なんていうの、放送でなんか時間を知らせるみたいな、それってなんかなかなかあんまりないっていうか、なんか夜中の12時でも公民館でなんか鳴ったんですよね。1時とかに。夜中の12時なのになんか鳴るんだと思って、それが結構衝撃的で。って思ってびっくりした。その感覚の違いがとっても面白いなと思いました。で、美郷町で感じた課題ですね。まずは、まあ、コミュニティがすっごい親密がゆえの入れなかった時にすっごい孤独になるだろうなみたいな、周りがすごい仲良くしてるのを遠目で見ることになった時に、まあ、そういう事例が発生するのかわからないんですけど、もし自分がその孤独になっちゃったって、孤独っていうとあれですけど、入れなかった時に、ものすごく羨ましく感じるだろうな、みたいな、ね。その東京だと、一人でも、まあ、みんな一人っていっぱいいるし、みたいな感じで慰められるんですけど、それがないから、なんかなかなか孤独になっちゃった時に大変なんだろうなっていうのは感じました。あとは、畑とか田んぼプラス普通の仕事をしているダブルワークの人とかが意外となんかそういう話を聞いたりとかして、いや休みないのはものすごく大変だろうなっていうか、労働時間が長くて自分の生活と仕事との境目が曖昧ゆえの、なんだろう、いつ休んでいいんだろうとか、なんかそういうの全部自分で決めないといけないっていうのは、なかなかこう自分で管理できる人じゃないと大変になっちゃうというか、過重労働になっちゃって体を壊しかねない、まあ、そういう危険性をちょっと感じたのと、まあ、これもちょっとかぶ、まあ、4番目になるとだいぶかぶってくるんですけど、ワーク施設がまあ少ないから、小さい子学生とかに対しての飲みがない娯楽、飲み以外の娯楽それはなんかちょっと飲めない人にとってはなかなか娯楽がない、大変だなと思います。
あと、これはちょっと、炭焼きについて、昨日体験させていただいて、こう炭をこうちょっとだけかき分けるみたいなのをやらせていただいたんですけど、まあ、もう本当に暑くて大変だったんですけど、とっても美しくて、すっごく火が綺麗で、すごく魅力的な光景だったんですけど、まあ、ちょっと素人がふと思いついた暑さ対策で日傘すごい使えるなって、まあ、もうやられてたらあれなんですけど、日傘を私は常時差しているので、たまに向けてみたら熱がゼロゼロっていうか、もう本当に何も伝わらないっていうか、もうすごいシャットダウンしてくれて、まあ、それがちょっとでも使えるんじゃないかな、そしたら労働環境がほんの少し良くなるのではないかなと少し思いついたので、ここで発表させていただきます。で、美郷町で驚いたことは、人間関係の密さ、アクティブさ、まあ外に出ている人がとっても多いので、その分交流が多くて、まあ、情報伝達もものすごく早い、ものすごく早いなと思いました。で、自然の見せ方ですね、まあ、イノシシやシカ、アナグマなど東京ではもう本当に生で見ることはまずないし、それが日常的に食べられてる、日常的に食べるんだっていうので、イノシシこんな、なんかさらっと出てくるものなんだっていうのが、もうものすごく衝撃的で、ジビエとしてこう、なんだろう、特別な日に食べるものじゃなくて、さらっと出てくる、結構衝撃的だったものです。まあ、あとは、まあ、これもなんかかぶっちゃうんですけど、家の作りで、ドアが常に網戸で開いてて、インターホンとか押して訪ねるんじゃなくて、何々さーんって声をかける。なんか、あ、インターホン、使わないんだ。まあ、それもびっくりした。で、滞在前後の自分の変化ですね。まずは、まあ、ただ生活するだけじゃなくて、目的を持って対話をいろんな人とこの1ヶ月は心がけてしてきたので、それによって他の学生とか他の大人たちの人生観とかを聞いていく中で、自分が感じていることと他の人が気づくことの違いとかを通して、自分の性格とか好きなこと、嫌いなことを受け入れられないことを、これなら案外いけることとか、そういうのがちょっとずつ分かったような気がします。あとは、まあ、1ヶ月前の自分だったら絶対やらなかったようなこと、例えば、イノシシを捌くとか、見るだけで絶対多分やらなかったんだろうなって思うんですけど、でもなんか積極的に挑戦してみることで、やったことがないことに対するハードルがすごく低くなって、なんか挑戦してみようっていう気持ちがすごく高くなったのがすごく良かったなって思ってます。あとはまあ行動の変化も結構大きくて、まあ、最初は先生に言われたことがきっかけだったんですけど、日記を書くようになりました。あと写真とか動画とかそういうのも全然撮らないタイプだったんですけど、カメラをこっちに持ってきたっていうことをきっかけに、まあ、カメラマンさんっていうふうに言ってくださった方がいるくらい写真たくさん撮るようになって、なんか3日坊主じゃなくてちゃんと1ヶ月そういう行動を続けることができたので、それがすごく自分の中で大きい変化だなと思っています。で、美郷町との関わり方はどう関わるかは正直まだ全然決めきれてないんですけども、なんか LINE とか手紙とかで近況を報告し合える関係性を構築できたら、すごく温かい第二の故郷みたいな感じで関われたらすごく嬉しいなと思っています。で、これは個人的に好きな写真です。すごく好きな写真でした。はい。で、終わりで、1ヶ月暖かく入れてくださってありがとうございました。怒涛のような1ヶ月を過ごして、少しだけ成長できたような気もします。先ほども言った通り、どう関係性を持っていくのか、まだ決めきれてないっていうのはあるんですけど、でもこれっきりにするのはすごく寂しいから、絶対なんか何かしらの関係で少しずつでもいいので関わっていけたら嬉しいです。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。1分ちょいぐらいありますけど、どうしよう、誰かこう感想でもね、あんなこうちょっとラブレターみたいな、ちょっと関わり続けていけるといいなみたいな話もありましたけど、いかがでしょうか。大丈夫ですか。もう目の前にいる人でいいですか。いいですか。なんだか
1ヶ月間お疲れ様でした。僕は一番初日と野球とキャンプと全て飲み方の時しか関わってないんですけど、今、中にもあったように自分がいろいろ成長できたということを聞いたときに本当に安心しました。東京の方に帰られても、そういった形でいろいろなことに挑戦していってほしいと思います。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。どうぞよ。はい、じゃあ次、5人目ですね。皆さん、半分の人が終わりましたが、その本当に半分なのかっていうのはちょっと気になりますけど、大丈夫ですかね、皆さん。7分を厳守していただけるといいかなと思っております。どうも、石井です。発表を始めます。よろしくお願いします。はじめになんですけど、この1ヶ月、三郷に滞在して本当に良かったなと、このスライドを作って思いました。全く嘘みたいな。全然感情豊かだし、本当に面白い場所だし、こんな場所に受け入れてくれてありがとうございます。滞在中感じたことで、これから魅力を上げていくんですけど、住民の方々が本当に優しいし、心広くてパワフルで、やっぱ都会の人間よりみんな肩幅でけえなと思って、ぶつかったらやられそうだなと思って、すごく優しい人たちばっかりで、ちょっと犬の写真入ってますけど、これ犬も優しいし、パワフルなって、本当にいい場所だなと思って。まあ、自然も豊かだし、まあ、道今が行くねてドライブ楽しいし、なんか意味わかんないぐらいでっかいブランコもあるし、僕ちょっと高いところ無理なんで、これ一振りしかできなかったですけど、本当に良かったです。まあ、次の魅力、やっぱりご飯が美味しいなって。栗とかご飯とかジビエとかいろいろ食べたけど、どれも本当に美味しくて、次、美里ちゃんがすごい、かわいいなと思って、こんな田舎にこんなかわいいキャラおるんだと思って、ちょっと衝動買いしちゃってぬいぐるみを、はい、週一の大学のミーティングとかにも一緒に参加してもらってるので、かわいがってます。驚いたとこなんですけど、野生動物、アナグマとかが道路に飛び出してきたり、あと鹿とかイノシシ食べちゃったり、なんか公民館でクワガタが死んでたりとか、なんかもうすごいなすごいなしか言えないですけど、本当にもう驚きの連続でした。他にも驚いたこととかいっぱいあるんですけど、ちょっと滞在前後自分での変化を紹介していきます。まずグループの自分以外の7人に対する認識なんですけど、まあ、一部を除いてほとんど喋ったことない人たちばっかで怖かったんですけど、実際喋ってみたり暮らしてみたりしたら本当に優しいし、みんななんか精神大人だし、なんか俺一番子供だなとか思っちゃったりして、なんかすごい心地よくてありがたいなと思いました。グループのメンバー以外のにも言えることなんですけど、まず恐れないで会話してみることの重要性が学べたかなと感じました。ちょっと人が初めて会う人怖かったんですけど、住民の方々とかもすごい優しくて。田舎という言葉の定義とかも自分の中で変化して、ちょっと地元が、まあ、佐賀なんですけど、最初宮崎に配属されたときに、こう、なんか九州の田舎って言ったらなんか同じようなもんかなって思ってたんですけど、実際来てみたらすごい田舎だったんで、山ん中だし、電車ねえし、なんかすごい田舎名乗るの失礼みたいな、すごい地元がそんな気がしちゃって、なんでも、すごいそういう定義も自分の中で変化したかなという、そんな感じです。
まあ、すごい反省点もあるんですけど、変化できなかったこともありまして、ちょっと自発的なコミュニケーションを目標としてたんですけど、来る前に。まあ、ちょっと猫シャイなんで、もう話すのは苦手なんですけど、なんか、皆さんすごい積極的に話しかけてくれたりして、飲みのお席とかでも。なんかすごい優しいんですけど、まあ、優しいだけにそれにすごい甘えちゃったから、自分からなんか話しに行くっていうことがあんまりできなかったから、なんですごいそこだけは反省してない。まあ、今後の関わりなんですけど、まあ、すごいいい場所だったんで、こう卒業したら毎年なんかこの時期になったら、まあ、この1ヶ月間を思い出してちょっと旅行してみたりとか、お祭りとかも参加してないんで行ってみたいなとか、まだ行ったことない地もいっぱいあるんで、そこにも行ってみたいなって思ったり、まあ、次に、まあ、SNS を通じてこう三郷若宮とか宣伝したいなと思ってて、これちょっとポスターこの前のイベントのやつ自分が書かせてもらったんですけど、意外にもそうご好評いただいて、まあ、本当ありがとうございます。ちょっと調子に乗ってなんかどんどん宣伝していきたいなと思ってこういうのに立って、ちょっと、まあ、言い方オタクっぽいですけど、なんか若宮を布教したいなとか三郷を布教したいなって考えてます。まあ、発表以上になります。ご清聴ありがとうございます。素晴らしいですね。ちなみに食べたやつで何が一番美味しかったですか？はい、鹿ですか？鹿か。鹿なんですね。鹿たちが美味しい。ああ、いいですね。ちなみに一番最初に、一番最初、ごめん、石田さんの資料から。で、こうなんか、赤分かれされてて、されてなかった。うん。あれ、なんか飲み会でこう、頭こう、石がこうされてたのなかった。え？あ、これじゃないか。石田さんじゃないか。別の。頭マッサージ。頭マッサージ。この前じゃん。頭マッサージどうなったか。どうなったか。どうぞ。ああ、ぜひぜひ、頭マッサージの感想でもいいね。ああ、酒を感想で。はい。いろいろとありがとうございました。まあ、とても、知り合いで楽しかったです。まあ、若宮に来て、ちょっと、ちょっとおとなしい方かなと思ったら、まあ、いろいろ話したら、体験、これもアナウンサー的で。これだけちょっと言ってた。楽しかったです。まあ、ちょっと頭が凝ってるんじゃないかなと思って、疲れてるんだなと思って、マッサージをしたことがある。すいません。ありがとうございます。はい、またね、頭が凝ったらぜひ若宮に来ていただければと思っております。はい、ということで、石井君でした。ありがとうございました。はい、じゃあ5番、6番目ですね。6番目？あ、6番目かも。6番目ですね。はい、どうですか？あと3人しかないですけど。はい、ではよろしくお願いいたします。寝てない。プレゼンテーションを始めたいと思います。まず、動かないかもしれない。まず最初に僕が山にわかと知るということで、その山にわかっていうのは、山に関連する自然の知識や、それに関与する物事への知識が浅い状態っていうので、僕が作った言葉なので、正しい言葉ではないんですけれど、僕はここに来る前に山梨から上京したけど、東京で生きていくのか、IT産業知らないままでいいのかっていう疑問を抱いていて、そこで今回のプロジェクトで、
山に囲まれて山のそばで生きてきた自分としてこれから山の方で生きていくのか考えるきっかけにしようということで、山の暮らしを知るを目標にこのプロジェクトに参加しています。で、ここでお会いした竹物の日高さんからお話をお聞きして、自分が今まで山で暮らしているぶってて恥ずかしいという思いになりました。今まで僕は山の外から眺めるばかりで山の内側に入ったことがないのではという疑問を抱くようになり、里山の暮らしとは改めて何だろうと考えることになりました。そしてここで暮らして知るということで、この知るの感じが違うんですけれど、これは実際に人から聞いていたりニュースで見たりしてはいたけれど、ここで体験していって血肉となって実際に知ったことっていう、僕が作った言葉なので正しくはないんですけれど、ここでたくさんのことを暮らして知らせていただきました。台風の被害も獣の被害もどうやって生活を工夫しているかも、そうやってここの建造物がどうやって作られていっていくその過程も工夫もで生活の体験も、仕事もそのままやらせていただいて、本当にたくさんの体験をさせていただいて、結論として里山の暮らしは結局わからないということです。ここに過ごしていたら土地と人が密着しすぎてて里山の暮らしとして見ることはできませんでした。で三里の暮らし、なんなら若宮の暮らしとしてでしか僕はこの暮らしを見ることはできないとなりました。というわけで、三里、まあ、若宮になっちゃうけど、三里の特性としてここの人たちは循環を知っているというものがあると思います。僕は林業とが枯れるのが35年からと聞きながら、どうしてこんなスケールのデカすぎる時間のかかりすぎる仕事ができるのか肌肌疑問でした。そして交流していくうちに感じたことは、過去育てたものを今飼っている、今育てて未来に向かう、あ、飼う、まあ、林業になってるけど、そういったスケールをどん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 連続的にしているから、常に自然が循環していっているので営みも循環して、目の前のもとに付き合っているだけじゃないからやっていられるんだなと感じました。そしてここの魅力として人と人とのつながりが挙げられると思います。言葉にすることがうまくできなかったので、自分で言葉を作ってみました。起源という言葉です。これは、僕らがここに来て実際に思いがけないたくさんの縁をいただいた珍しい縁という起源と、自然の木と循環し合っている縁の起源 と、人同士が物を渡し合ったりよく手伝いし合って喜び合うの起源と、あと、起源って言葉がそもそも炎のような森へ勢いありさまっていうものが意味があるんですけど、その炎のように盛り上がる宴という意味の起源と、あとここの人たちのつながりがなぜか消えないだろうと感じる力があって、消えない縁を略して起縁という意味を込めてこの言葉を作りました。これが三里を表すのに僕にとってちょうどぴったりな言葉だと思います。で、最後、自分自身の変化としましては、砕けた言葉使いだけど茶化さないで会話する。ここに来て一番びっくりしたのがやっぱりコミュニケーションで、自分たちが言ったことをまっすぐ本当に捉えてくださって、そしてまっすぐ返してくださるので、下手なことは言わない、しっかり会話をするようになりました。また、何でもやってみたいこというふうに、このいっぱいお世話になっている渡辺さんに僕が表現していただきまして、この言葉で自分でも気づいていなかった自分の特性に気づくことができました。そしてそう言われたことで実際にどんどんやってみたいです、これしたいですが言えるようになって、これからの人生においてもこの言葉を言ってくださったこと、教えてくださったことがたくさん糧になっていくと思います。今後の三里との関わりということで、まず、これが第一目標で、三里でお世話になった一人三里の写真集を制作して送ることはとりあえずしようと思うので、今後ご期待していただけたらと思います。そして、僕が起縁って言葉を作った通り、ここで生まれた縁は消えることがないだろうと僕も心から信じているので、これから先も関わっていけたらと思います。関係者人口、仲間の一人でいられたらと思っております。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、そうですね、もうこれはあんちゃんに行きたいかなと思ってますが、じゃあ、写真集もありましたんで。アイちゃん、ありがとう。アイちゃんとある人が、私が牛舎に7時半ぐらいしか私はいつも行かんとですが、もうその時間には必ず、アイちゃんとある人が来て、今からいろいろ仕事をお手伝いさせてもらっていいですか？ああ、いいよ、何でもするよ。毎日のように来るから、昨日は、モアを使って、WCS を切ったから、今日は何をするかね、じゃあそれをちょっと運んでもらって。今度はラップをしましょうかね。これは真空状態にして、缶詰状態になって、半年後にうちに食べさせるんですよと、いろいろ説明しながら仕事をさせる。納得してました。で、愛ちゃんはものすごく考えよくて、手先が器用で、物おじしない。びっくりしました。さっき、機械の部品を取り付ける48番刃がある機械を取り付けさせたんですが、もう、ある人は、もう、仕事もしたら、あいちゃんが、違うよ。そうだよ。この、ナットを使えば、いや、ボルタの、機械を使えば、簡単にできる。あんちゃんが、とか言って、もう、あんちゃんが教えてる。ものすごく、器用で、物分かりが早くて、物おじしない。こんな、娘さんをうちの子供にも、皆さんにもらいたかったので、ぜひ、もし気に入ったら、またまたお待ちしてます。なんか、ありがとうございます。はい、ぜひある人もね、嫁に、向こうにね、もらってもらえるといいのかなと思いますが、はい、ありがとうございました。次は羽根くんですね。はい、皆さんも8人と思ってましたが、あと2人、2人ですね。大鳥をと羽根くんを残して、はい、ではよろしくお願いいたします。羽根です。発表させていただきます。まず最初に1ヶ月の三郷生活の振り返りからさせていただきたいなと思っていて、まあすごい充実してて楽しい1ヶ月間でした。でもその理由としては、自分の暮らしている町とのギャップっていうのはやっぱり大きくて、自分は東京で生まれて東京で育ってきたので、まあ、駅まで歩いて10分以内に行けるし、コンビニも歩いて5分以内にあるし、まして周りに畑持ってる人とか田んぼ持ってる人もいないし、かそういう、そっちの方が珍しいような町に来て、それが全部目新しくて、新鮮な気持ちで毎日。こんな世界あるんだっていうふうに思いながら生活過ごしていました。で、まあ、夜は苦しくなるっていうのを書いたんですけども、いろいろあったんですけど、いろいろあったんですけど、三郷は街灯も少ないし暗くて、虫の音はだけ聞こえて、星は綺麗で、美しい日本の夜って感じがすごいする一方で、どうしても自分と比べてしまうっていうか、で、まあ、
向き合わなきゃいけないのが結構辛い、辛かったので、ずっと夜はもやもやしてた1ヶ月でした。で、なんか宮崎県美郷町に来てからって感じの話なんですけど、自分の中で印象に残っているのが林業のツアーの中でも造林をされている木を植えてらっしゃる人の話で、その方の話聞いた日はちょっと天気も悪くてあんまり写真とかも撮れなかったんですけど、その人その造林っていう仕事の大変さ、木をすごい急斜面の中苗を背負って植えるっていう大変さが、聞いてるだけでも大変だなって思ったんですけど、なんかそんな中どうしてやるんですかみたいなこと聞いたときに、自分の暮らしはすごい山に密着してるっていうか、山と生活がつながってるって話をおっしゃっていて、まあ、だからやってるっていうことをおっしゃっていました。で、自分だったらどうしても自分ごとにできない、まあ、今の地球の環境問題とかいろいろあるけど、どうしてもどっか他人事なところもあって、だからどうしてそんなことできるんだろうなって考え、どうして自分ごとにできるんだろうなって考えたときに、ここの人たちってすごい集合体っていうか、社会の中で社会を構成する一人としての認識がすごい自分たちに比べてよっぽどよっぽどっていうか、自分たちと比べてすごい持ってらっしゃるんじゃないかなって思って、だからこそ、まあ、コミュニティの話いろいろあったんですけど、誰かの土日の草を買ってあげたりとか、そういうこととかも見返りを求めずにやってくれるしっていうのに、まあ、仮説なんで真意はわからないんですけど、そういうふうに感じました。で、他にも栗農園だったり、本井さんのとこで牛飼いのお仕事にさせていただいたりとか、まあ、稲刈りとかもさせていただいたんですけど、まあ、どちらも稲刈りとか栗とか、でもどちらも僕たちがやったのは収穫であって、その過程が、まあ、成果物をいいとこ取りしてる、触らせて体験させてもらったような感じで、その過程、長い時間かけて大切に栗とかだったら、栗の時期は間引いてとか、栗、稲刈りも当然田植えがあるわけで、それで長い時間、なんだろう、長い時間かけてやっている、焦らないというか、待つしかできないのも、そう、なんか自分には結構、そうだよなって思って。林業も、そうですね、造林も、さっきの話に出てた35年、最低でも待たなきゃいけないみたいな。結構自分の変化としては、ここが大きくて、じっくり時間使えばいいなって。まあ、今までだったら結構すぐに答えを求めるし、すぐに結果を求めるし、だからこそあんまり深掘れなかった。悩むことがなかったって言ったらあれですけど、深掘りをしてこなかったんで、もっとじっくり時間を使えば、使ってもいいのかな、待ってみてもいいのかなっていうのは、思いました。っていうふうに、思えばいいんだなっていうのが頭の片隅にあって、まだ待てないんですけど、やっぱり。すぐに結果は欲しいと思っちゃうんですけど、待ってもいいんだなっていうのを思いました。で、美郷で感じたことで言いますと、まあ、これ、もう7人目とも、7人目ともなると、写真とかも被ってきちゃうんですけど、なんかこうやって、これだけの多くの人が関わってきてくれて、まあ、この、郷土料理の日なんかも、でも8人で食べても2食、3食分ぐらい、うなる量のご飯いただいたし、今日はちょっといらっしゃらないですけど、
フローリングに敷き布団が体バキバキですってお見せした畳、畳店の方が畳8人分持ってきてくださったりとか、もうこのキャンプの木も食料持参って言われて、自分たち8人いるのにホルモン4パックとかしか持っていかなかった。結局、もうみんなお腹いっぱいになって、ご飯いっぱいくれるし、優しくて、もうこれも、ね、いっぱい、おうち泊まる、もう関係なくお泊まりさせていただいたり、こっちも、ね、ババカフェ開いてくれたり、招いてくれたりとか、すごい、本当に私たちのこと考えてくれてる人たちが、いっぱいいて、すごい嬉しかったです。で、それと同時に、自分たちを、まあ、自給自足を超えた自給多足って、もうこれもなんか作っちゃったんですけど、他人すらも、自分で作ったもので他人すらも満足させれる大人たちがこんなにいるんだなってことを知れたのが良かったです。で、今後の美里との関わりで言いますと、この、こういう大人がいるってことは、この大学の授業の一環で美里に来れなかったら、一生美里町っていうのも知らないだろうし、来なかったと思うんですけど、こんな人たちがいるんだよってことも、まあ、いつか自分とかが結婚して子供できたりとかして、こういう人たちいるんだよっていうのを知ってもらいたいなって、だから顔見せに来たいし、まあ、皆さんの次も楽しかったんで、また遊びに行きたいなって思ってます。今後ともよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。次来るときはね、ホルモン4パック持ってきていただければと思いますが、いろいろこうね、いろんな方が出てきましたけど、それをこう調整していただいたのが、まあ、若宮畜産も非常にこう努力していただいて、そういったところも含めて、今田さんちょっとお話を。7人目ですかね、あと1人ということですけれども、畜産の方でですね、区の方とか、あと地区の皆さんに、お声掛けをさせていただいて、頼んで、快く引き受けてくれました。ありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。それでですね、まあ、1ヶ月、皆さんがいる中で、私たちが頼んだ以上の人がですね、関わり合いができたかなと思って、地区で受け入れをして、本当に良かったと感じています。で、先ほど、いろいろ資料説明ありましたけれども、まあ、外から自分たちのところがどう見えるかっていうのがまた知ることができて、感謝でいっぱいです、関わり合いをこれからもぜひ持っていただきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、6人目終わって、あ、7人目ですね。最後ですね。お、どうも、自信満々の方で。リスト、羽田くんが最後で、よろしくお願いします。はい、羽田礼総一郎って言います。そうですね、詳細な話、ここでの詳細な話は結構みんなが言ってくれて、まあちょっと、自分はまあ大きな流れとか、自分が感じたことを伝えれればいいなと思います。そうですね。まず、とりあえず、自分が、ここに来て思ったのは、まあ、暑いということで、こういうその健康的な暑さもあるし、こういうなんていうの、人間の交流も暑いということで、まあ、自分はものすごいその汗かきっていうのがコンプレックスで、その汗をなんていうの、何か物事に真剣に取り組もうとしたときに、
その汗をかいちゃうんじゃないかっていうことを考えちゃって、そのもので真剣に取り組めないっていう部分があったんですね。で、そういうのがありながら、あったということで、で、それで、そんなこと余計なこと考えないぐらい、もう押し寄せてくる。人たちが押し寄せてくる。もう引っ張っても連れてかれて、それで、その自分だけどそれをやりたいって言ったら、それをやらせてくれる。こうやって、まあ、野球の試合出してもらってとか、まあ、いいね持ったりとか、でも汗もびっしょりなんです。毎日汗びっしょりなんですね。ここに来ては。もう汗かって考えないぐらい、もうやらなきゃなんないってなるような場所で、まあ、一つは、ちょっとその体験の一例としては、やっぱイノシシ飼ったのがまあ結構大きくて、襲来ですね、襲来。襲来で、まあなんか、もう本当に匂いもなんか自然全部詰め込んだみたいな匂いで、もう、まあ、教えてはくれるんですけど、切り方とかも。でも、やっぱこと足らずで、ちょっとわからない中、首持てとか言われて、だから首ねじるみたいなことがあったりとか。なんか、でもなんかそんな、で、汗びっしょり、みんな汗びっしょりで、で、なんかそんな中で、そのひたすら、こうやっていっても、なんかもうこんな顔なんですよ。こんな顔じゃん。全然笑えないです。もう笑えない。もう笑えない。全然笑えないです。本当に。まあ笑ってるんですけどね。ちょっと分かりましても、本当に笑えないような中で、そんな日々過ごして、そうやって汗をびっしょりかくんですけど、その先に、ちゃんと何かあるんですね。そのご飯だったり、まあ、飲みだったり、なんかちゃんと、その、ポンって、こう入れ替えれる場所がちゃんとあって、でなんかやっぱそれのおかげで、その毎日毎日そんな壮絶な日々の中を過ごしているのかなっていうのは、まあ、うっすらまあちょっと感じて、でまあなんかそんな日々を送っているとこれ感じたのは、ここで生きるならここで生きるしかないっていうぐらいの場所だなっていうのはものすごく思って、それなんていうんですか、毎日なんですよ、毎日じゃなかったらちょっとは、例えば、なんでも、もう前、汗だくで、キューバまでまた買い物行って、みたいな。で、また帰ってきて、ここでご飯作って、みたいな。なんか、まあ、そんな生活を送れるかもしれないけど、それが毎日続くっていうのは、ものすごい大変だと思うんですよ。だから、やっぱ、ここで生きるなら、やっぱ、ここで生きるしかない。やっぱそれだけ、大変なんですね。やっぱ、自然が近ければ近いほど、やっぱ、人と関わらなきゃいけないっていう、その恐ろしい、のまあなんか目の当たりにしてでなんかそんな中でその1ヶ月ながらも、その別にその友達でもなかったような やつらっていうかあれなんですけど、それで8人で過ごすっていう、過ごすんですね。なんかこう先人たち、まあ、ここで生きる先人たちが、まあ、なんかこうやって、まあ、いっぱいいるんですけど、まあ、そんな人たちの中で生きると毎日汗だくできると疲れる。本当に疲れる。も家もぐちゃぐちゃで、ね、もうこんなんで。毎日本当に過ごしてて。でも本当最初の方は本当に料理も寂しくて、ポツンとカレーみたいな感じで。でもなんかそうやって毎日汗かいて、助けてって言ったら、ちゃんとそれに答えてくれる。例えば、畳をいただいたりとか。まあ、こうやっていただくいろんなご飯とかパン、栗、米も本当に唐辛子、本当にいろんなものをいただいて、美味しい、本当に美味しいし、でそうやってその自分がこう求めたものをこうもらって、でまだやっぱその、まあ、素材なだけであって、自分たちでそれをこう作って自分の中に入れなきゃいけない。だからそれをこうみんなで考える。ひたすらまあ考えて、ひたすらもう考えて、どうしようって。だから、その目の前で、お金を払ってもらうとして、目の前で直接手でもらうんですよ、人から。いや、それってもう頂点じゃないですか、もうそんな、もうなんか、なんだろう、生活の頂点みたいな。そんな中で、だからその、ここで生きるならここで生きるしかないって考えるぐらい、なった瞬間にみんな考える出すんですよ、みんなどうしようどうしようって。だから8人で
過ごしてたってこともなくすごくて、その関われたこともすごい良かったんですけど、喧嘩もなかったんですね。喧嘩も喧情に流されてる場合じゃないぐらいもなんかもう忙しくて、そうですね。こうやってもうただひたすらもう笑って深み合うしかなくて、まあもう完全に深み合ったかどうかわかんないけど、あの笑ってそうやってまあなんかちょっとその一日を乗り越えようとみんなで頑張ったっていうところがなんかすごい俺は良くて、でなんか結局それで自分はどうだって言ったら、もう結局やっぱそのコンプレックスをぶっ飛ばして汗流すしかないっていうことで、本当にそうなんです。だから自分はものすごいだから気にしいで、結局余計なことばっか考えちゃってすぐどっか行っちゃうみたいなやつなんですけど、でもそんなこと考えないぐらいもうやるしかないんですよね。もう汗周りとかいう話以外。だからそれを、まあ、ここでの生活で、まあ、感じることができた。飛び込んでいくしかないっていう。だからそれを8人で生活したっていうことがものすごい俺大切だなっていうのがあって、なんかそれが僕はすごい良かったです。ということで、以上、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの写真が一番衝撃的でしたね。あの顔がですね。はい。ということで今日最後ですね。せっかく中学生が来られてますんで、ね、でまあ大学生の話聞いてどう思ったのか出して。ごめんね。いいな。楽しそうです。私はもう10歳の頃から塾長で過ごしているので。そうやってプレゼンみたいに聞いて、その塾長の良さを再認識できたのかなって思いました。ありがとうございます。いいですか、最後ですね。もうそうでね、なんか言いたい方います？畑君にちょっとあの顔はあんまやろとか大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、じゃあありがとうございました。はい、では8人終わりましたんで、全体を通じてちょっと好評をいただければと思っておりますが、個人的に2人に聞いていいですか？まあぜひね、前にいらっしゃいますんで、室長から室長としても受け入れていただきましたし、頼れる兄貴分として若宮で受け入れていただきましたね。あの感想ですね、あの娘息子たちの、はい、よろしくお願いします。事前に言っちゃってほしかった。あ、すいません。大体そういうもん。大体そういうもん。大体そういうもん。さすがです。本当に自分の息子とか娘のような感じで、帰ったらもう泣くな。泣くだろうなと思います。で、今後の携わり方っていうのがそれぞれあったと思う。まあ、本音を言えばこっちに移住して住んでほしいなっていうのが本音。だけど、まあ、携わり方っていうのはいっぱいいろいろあって、何回も出たとき関係人口っていうので、まあ、こう三郷町だったり若宮に携わっていってほしいなというふうに思います。で、また一度訪れたいという学生もいたように、まあ、三郷町であったり若宮はいつでも手を広げて待ってます。だから人生の節目で嬉しい時もあればあんまり良くない時もあるかもしれない。まあ、いろんな場面で あそこにもう一回行ってみたいなという場所に三郷町であったり若宮がそういう存在でありたいなというふうに思ってます。またいつでも待ってます。また公民館のあの場所でまた行きましょう。またこれからも一歩ずつ時間をかけて、あの、言うじゃないけど、ゆっくりゆっくり歩みを進めていってほしいなというふうに思います。どうもお疲れ様でした。じゃあ、若宮のパパからですね、三郷町のパパの方にお願いできますか。すみません、最後、全体通じです。全体を。1ヶ月間ですね、ありがとうございました。若宮を一言で言えば何かという話をですね、教授やらと話したらですね、渾身力だそうです。渾身会やら、いろいろ、まあ、渾身の力を持つ。で飲み方ばっかしの話ではありませんけど、渾身力だろうということですね。一言で言えば、これをもってですね、若宮の言葉としたい。これは若宮の音って何やろかという気がしました。
で若宮音といろんな音があるんですけど、また考えてほしいなと。で今あの室長がですね言ったように若宮の皆さん全部ですね門戸は広げていると思いますので、いつかですねやっぱりこうせっかくプレイあった縁でありますので来てほしいというふうに思います。で、できればですね、うちの方に住んでほしいという質のお願いですけど、まあそれは無理だろう。無理だろうって決めつけるわけじゃありませんが、でそういう方向ですね、あのやっぱり、交流人口、関係人口という中でですね、忘れなくこうずっとあの続けていってほしいなというふうに思っております。ですので、帰ったらですね、ゆっくり寝てですね、三郷ってどういうところやったってのか、若宮ってどういうところやったってのか、もう一回考えてですね、いろんな形でこちらの方にですね、思ってたこと、そして自分なりに考えて、こうした方がいいじゃないかという部分をですね、非常にそちらの方からですね、情報を提供していただければなと思っております。そして美大生、友達いっぱいいるでしょうから、その人たちに話してですね、三郷に行こうというツアーを組んでいただくと。その時はうちばっかしではあのとてもじゃないけどですね、受け入れられませんので、若宮だけじゃ、まあ、その時は町も一生懸命頑張りたいと思いますので、今後ともですね、体に気をつけて勉強して、三郷に帰ってきてください。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。締めたいと思うんですが、あと1分ぐらいありますんで、もう一方いいですか。あんちゃんがちょっとどうしても。川君です。8人の方、本当にありがとうございました。やっと今日になってみんなの名前を覚えました。そして、ちょっと私が、言いたいのはですね、彼たちがうちに研修に来たときに、牛の赤ちゃんが生まれました。それで、男の子が生まれたら私は考えていたんです、武蔵と。男の子は漢字で付け出します、女の子はひらがなで付け出します、牛の場合は。で、8人の方にですね、うちの、 あの牛の洗い方とか稲刈りとかする間に、あんたたちは女の子が生まれたから名前を考えとってくんないと、でお願いしてたら、先ほどオムライスの上に書いてありました、みんな気がついたかと思いますが、そういう名前でつけていただきましたので、今後私はライン山で子牛の成長、今だいたい何キロになったよとか、角が生えたよとか、品評会に行ったよとか、もうセリ1には1ヶ月で出しますので、もう1ヶ月までが LINE のもう僕の場合はですね、で、まあ、できたら、もう売らずにまたうちで買い戻して、私が飼育してうちの跡取りにしようかなと。おそらく女の人たちも3人三郷とちょっと無理かもしれませんので、名前をマウマウとつけていただきました。はい、ありがとうございました。立派な名前、その意味は生徒たちが知ってますので、学生たちがちょっと聞いてみてください。あ、聞いてみますね。はい、はい、じゃあママでいいですね。ママ名付け親は誰だ。はい、マウマウはなんかカグラを舞うの舞うと、まあ、ウサビが、私のアートユニバーシティということで MAU っていう略があるの、だからそれを舞うって言っていうのがあります。それで、お母さんがユーユーっていう名前だったんで、それも舞う、ニコでマウマウで子供で可愛いかなっていうのでしました。これで締めていいのかな。はい、ということでお時間になりましたんで、終わりたいと思います。今日本当にですね、予想以上に地域の方々が来ていただいて、会議室スタスタかなとか思ってたんですけど、すごく多分生徒さん、学生もですね、やりやすかったんじゃないかなと
思います。引き続きですね、いろいろとつながりが持てるといいなと思いますので、また帰る際には LINE を聞いていただけると、でまた地域の中でばらまいていただけるといいかなと思いますので、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。武蔵野美術大学美里滞在記報告会でございました。ありがとうございました。I'm going to go to the next one.